皆さんこんにちは、ソータイム生き物解説チャンネルです。皆さんは犬派ですか、猫派ですか？僕はこの質問を答えた時、聞かれた時に猫派って答えてしまいますね。僕はまあ、犬とか猫とかペットってあんま好きじゃないんですよ。だから、でもね、猫派って答えるのにはちょっと今日のテーマが関係してくるんですね。はい、ということで今回はこちらを紹介していきたいと思います。最強のハンター勢ぞろい、野生猫かビッグキャット全種紹介。野生の猫か動物はですね、世界に41種類生息しています。その中でも特に力が強く大型なものをビッグキャットと呼びましてですね、5種類のヒョウ属、それから1種のチーター属、この計6種類から構成されているビッグキャットというのが存在するんですね。ビッグキャットは本当に最強のハンターなので、僕は犬派でか猫派って聞かれたら猫派って答えてる理由がここにあるんですね。それで、彼らはオーストラリア大陸と南極大陸を除く全世界で生態系の頂点に君臨し、ハンターとしての凄さを見せつけますっているんですね。今回はビッグキャット全種類のハンターの驚くとしての驚くべき能力、一気に解説していきます。まずは密林の王者、トラです。トラは猫科最大の動物で、茂みからの奇襲、木登り、泳ぎをすべて得意とする狩人なんですね。前足が大きく発達しており、胸から背中まで強力な筋肉で覆われています。また意外にも高飛びが得意で、大人のアジアゾウの背中の高さまで、助走なしでジャンプが可能なんですね。狩りの成功率は 10% で意外と低いんですけど、人の大胸筋にあたる胸筋群が発達したおかげで、ガウルやヒグマなどの大型の動物も余裕で全体重をかけて倒すことが可能なんですね。で、虎のしましま模様、これ代名詞なんですけど、これは草の茂みに身を隠すのに役立っています。その中でも最も大きいのはシベリア虎と呼ばれていまして、体長 3.5m、それから300kg、体重は 300kg にも到達します。シベリアトラは別名アムールトラとも呼ばれることがあります。続いては鉱山の支配者、ユキヒョウです。ユキヒョウはヒマラヤ山脈に生息しています。彼らは寒さに耐えるため毛が長く、足は急斜面をしっかりと捉えるために大きいのが特徴。これで崖を自由自在に走り回り、時にはアイベックスなどの草食獣を崖のヘリまで追い詰めた後、そのまま突進し宙を舞い、転落しながら人目にかかるというかなりアグレッシブな狩りを行います。もし当たり所が悪くても、長い箇所では12センチにもなる毛が1センチメートル四方あたり4000本も生えており、これがクッションになるそうなんですね。で、人間で言うと1センチ四方あたり、200本ほど生えているので、桁が違いますよね。また動物界でも屈指の幅跳びの名人であり、1回のジャンプで15メートルもジャンプすることができます。ちなみにユキヒョウの狩りはほとんど撮影されたことがないんですが、最近の研究で崖を転落しながら狩りを行うというアグレッシブな狩りをしていることが分かりました。で、まあ、動物、猫科動物の研究家、今泉忠明先生によりますと、ユキヒョウは何回もこのような転落の狩りを行うので、これは事故じゃないということなんだそうですね。続いては草原の貴公子、チーターです。チーターはアフリカと西アジアに生息しています。動物の中で最も瞬発力とスピードに優れ、スタートからわずか3秒でトップスピード級である時速110キロに到達します。メスは小型単独で、ガゼルやインパラなどを狙いますが、オスは小回りが効かず、なかなかこのような獲物を仕留めることができないため、3から5頭の集団でシマウマやダチョウ、トビなどの自分より大きな動物も狙います。また全力で走れるのは30秒から1分が限界のため、短い間に決着がつきます。またスピードに特化しているため顔が小さく、噛む力が弱いので、せっかく捕まえた獲物もハゲワシやハイエナなどに横取りされてしまうことも少なくないんですね。で、チーターは走るために爪が猫の仲間で唯一、出っ放しなんですよね。滑り止めのスパイクの役割を果たしています。で、顔にはティアーズラインと呼ばれるものがありますが、
人間で言うとサングラスの役割を果たしています。また野球選手にもね、よく、下が、目の下が黒くなっている選手がいると思うんですが、あれと同じ役割を果たしているんだそうです。アフリカというのは非常に日差しが強い場所ですので、このようなものは非常に役に立つんですね。ね、チーターのティアーズラインをね、日差しから身を守るために使われています。続いては、ナンデーの破壊神、ジャガーです。ネコ科では3番目に大きな動物です。樹上から出現、海沿いまでは南アメリカの至る所に生息しています。泳ぎがもう得意で、カピバラやカワウソ、カイマン、ウミガメ、アナコンダなどを捕食します。ジャガーは噛む顎が動かす力が非常に発達しており、相手の頭を粉砕して相手を仕留めるんですね。だから噛む力はなんとライオンやトラよりも強いんだそうです。従来は氷河期にマンモス、メガテリウム、グリプトドンなど自分よりもはるかに大きな動物を狩るための能力だったんですが、人類の狩猟により彼らが絶滅してしまったため、やり方を変えたんですって。それでまあジャガーは泳ぐのが得意になったと言われています。体も非常にがっしりしている肉食獣ですね。続いては姿なきハンター、ヒョウです。ヒョウは、アフリカやアジアに生息しています。ビッグキャットの中では最も広い範囲に生息しています。ヒョウ柄模様は茂みに身を隠すためのものであり、相手の不意をついて奇襲するため姿なきハンターと呼ばれています。木の上を俊敏に走り回り、ヒヒなどを捕食するほか、なんと発達した首の伸展筋群を生かし、400キロもあるシマウマを加えたまま木の上に運ぶんですね。ライオンにやハイエナに横取りされないために木の上に運んで食べます。で、北はアムール地方、南はマレーシアや南アフリカまで広く生息しているんですね。で、このヒョウ柄なんですけども、このヒョウ柄で、柄は動物が見ると、あ、ちょっと怖いなとかって思ってしまうこともあるんだそうです。そして、最後が百獣の王、ライオンです。ライオンはアフリカとインドの一部に生息しています。ネコ科では唯一大きな群れを作って暮らします。狩りをするのはメスたちの役目で、自分よりも大きな水牛などを強力な前足で倒してしまいます。オスは群れを守る役割を担い、群れを乗っ取ろうとする他のオスと戦います。たてがみは急所を守るためにあるんですね。また、自分を大きく強く見せることもでき、たてがみの大きさで強さが、年齢がわかると言われています。またもし、他の群れのオスが交代すると、前のオスの子供はすべて殺されてしまうため、自分の子孫を残すために命を懸けて戦います。この自分の群れを守る姿、これが国を守り戦う国王の姿と重なり、これが百獣の王の由来にもなったとされています。で、ライオンの鳴き声、ガオーっていう雄たけびは、8キロ先まで届くと言われているんですね。また、地域によっては、たてがみがほとんどないオスライオンというのもいるそうなんですね。これはシンプルに暑いからなんだそうです。では、最後にビッグキャット最強決定戦を行います。ライオンとトラが戦ったらどっちが強いのかっていうちょっと話をしたいと思います。実はですね、ローマのコロッセオというまあ闘技場があるんですが、そこで戦った際は、ライオンが勝つことも、トラも勝つこともあったようです。で、これはですね、力が弱い個体同士を戦わせたため、どちらも本気出してないんですよね。もし草原で、まあ、1対1で戦ったとすれば勝つのは、おそらく、ライオンではないかと僕は思います。ライオンはですね、急所とされる首周りに縦髪が生えていて、トラの攻撃を通さないんですよね。で、最初はね、瞬発力があるのでトラが襲いかかってくると思うんですが、両者ともに持久力がないため、短時間でね、決着がつくと思われます。おそらく、序盤はトラが有利であるものの、まあ、肉体戦の末に、ライオンがおそらく勝利するといった展開が予想されます。皆さんももし、ね、動物の生態を生かしてこういう動物が戦ったら、こっちが強いんじゃないかなっていう、能力を考えてみてはいかがでしょうか。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
さようなら。